どうも、主治医のナオです。助手の元木です。そしてペケタンとシルクだ。今日は検査を始める。お前主治医なのにつけないんだ。俺の手では施さん。施さんするだけなんだ。ということで今日は視力検査をちょっと急遽行いたいと。はあはあ、はい、シルク君目はどうですか？視力の方はかなりいいと思います。 2.3 以上あった。なるほど。でぐらいフィッシャーズの中では視力がいい方です。そうですね、目はいいですね。そしてペケタン、普段はコンタクトでメガネをされてますか？コンタクトされてますね。視力何ぐらいなの？ 0.001 以下。本当に？視力？うん。コンタクトするとどのぐらいなの？コンタクトして 0.8 ぐらい。あー、すごいね。俺、主治医なのにちょっとびっくりしてたわ。何してきたの？視力検査って、まあ大体そうやってこの数値化される、その視力が検査で分かるわけじゃないですか。そうだね。思ったんすよ、あれって割と全国的にさ、同じ台を使うわけじゃない。そうだね、うん、そう。学校とかだとさ、保健室に大体1台決まったやつがあるでしょ。貼ってあるよね。そう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 。壁に。今日はね、その一応視力検査するためにこちらを持ってきました。これこちらですね。そう、こうやってあの検査する棒です。開けよ。おすごいな。はい、こちら、まあ、ネットで買ったんですけど、全国的に使われるこの視力検査の紙でございます。はい、おこちらね、ランドルト管と呼ばれるこの C みたいなやつがやっぱりこうバンってなってるんですけど、この C あるじゃん。僕思ったんですよ、もう検査の概念は一回置いといて、視力いい悪いもう置いといて、この C の配置覚えた方がもう早いんじゃねえかなと思って。まあ平たく言うとズルよね。そう、もうマジでもうズルなんだけど、目のいい人よりももしかしたら、まあ、目が悪くてもこの配置さえ覚えてしまえば検査で満点出せるんじゃないか説っていうのを。おーなるほど。そう、今日ちょっとやりたくて。多くね、努力で得点を取りたいわけね。スコア。そう、だから今日本日やりたい企画は、はい、視力検査配置を覚えた方が早いんじゃないか説。もう一層覚えた方が早いと。なるほどね。まあ、あのこれ本来の視力検査とかに一切こう使用しないでください。このそりゃそう、お願いします。これだけ、これはもう今最初に言っときます。これなんか言われそうなんで。そうね。だから目のいい人よりも、もうむしろ配置を覚えてしまった方がいっぱい分かるんじゃないかと。僕は今日その説をちょっと確かめたい。なるほどね。そう、覚えてる人 VS 見えてる人。そう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 。さすがに何日も覚えたら剥がれるんで、今日30分間、うんうん、ペゲさんに勉強の時間をあげます。だ多すぎるんだな。12×560 通り。うん、めっちゃ覚えるね。めっちゃ覚えるね。おいおい。ということで、じゃあペケタンには今から30分ガチ弁、そうガチ弁してもらって。いや、このタイプ覚えたことないでしょ。いや、分かんない。タイプもなんかね、しかもだよね、横とかだったらいいよ。これ斜めとかあるパターンだよ。斜めはむずいよな。やべって、やべって。これの準備をするんで、はい、ペケタンには覚えていただきましょう。はい、はい、ということで勉強のタイムスタート。よしよし。まあシルクに今待機してもらってるんですけど、はい、ちょっとペケタンには暗記してもらう前と暗記してもらった後の差もちょっと経過観察してもらいたいんで。まあまあ、あれだよな、もうもし敗北しちゃったとしても記憶した方が強かったっていうことに言わしたい。そう、うん、そう、なんか30分を無駄にしたくない。したくないでしょ、うん、だから今その30分覚える前に一度ちょっと検査してみましょう。外れました。え、はい、見えません。もう中の顔もぐちゃぐちゃ。マジで、うん、大変だね。もっけんの顔なんかもう色しかわかんない。コンタクトってすげえんだね。すげえ。これより検査を始める。まあ大体5メートルぐらいの距離離れました。それではペケタンさん、こちらを当てて本題にお答えください。じゃあまず右目からいきましょう。はい、こちら。わかりません。あのね、こちらって言われても全部白いから。どちら？これない。これない。じゃあ、あのペケタン、あの一番上もちょっとわかりにくいっていうことなので。わかりにくいっていうか、ない。ないということなので、順番で言います。ここをじゃあ1列目の1番としたとして、はい、手込み先生、ちょっと今回番号振りました。じゃあ1の1番、上違います。まあね、大体4分の1だからね。まあ、ということで、この状態でちょっとなかなか厳しいと、はい、いうことで、じゃあこれから30分間ペケタン君にはコンタクトつけた状態でこちらの配置覚えてもらいます。 OK です。わかりました。じゃあそれでは1回暗記タイムに入りましょう。はい、それではスタート。よし、じゃあまず絶対に ABC は覚えなきゃいけないから、左上右上、これだけは必須で覚えてて、あと12列ぐるっと一周、下右下下右下上左下、これ規則性あるな。ぐるりん右下、ちょっ
た。ああ、これ、あれだ。4号が入れ替わってるだけか。よし。はい、勉強終えてください。いやー、きついなー、これ。え、自信ある？いやー、できる限りは頑張ったけど、うん、いや、きついかも。うん、やっぱね、ヒントが少ねえ。なんか、なに、あの、英語みたいに前後の文とかがないから、うん、で、歴史もないじゃん。歴史もない、ね、いや、こいつに歴史はあるけどさ、まあ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 、一人一人の歴史ないじゃん。そうだね。いや、でも、ちょっと早くやりたいわ。やろう。オッケーオッケーオッケー。くるり、うん、進む。はい、ということで30分間の勉強が終わって、まあ、シュウ君には30分間ゲームしてもらって、はい、メシパシパです。で、ペケタン君には30分間勉強してもらいました。はい、この差が縮まるのかという検証でございます。ということで、じゃあまずはシュウ君の視力検査を行いたいと思います。はい、それではじゃあ助手渡してください。こちらをお使いください。はい、じゃあまず右目から検査しましょう。ペケタンには一度外で待機してもらっております。それでは視力検査を始めさせてもらいます。はい、この A 左C 右上1列目の3番上3列目の7番右4列目の1番右下9列目の1番上5列目の9番左上。じゃあ 1.2 じゃあ2列目の10番下4列目の12番下2列目の12番上。正解。 2.0 クリアです。10番右11番左下12番下。正解。おー、ということでシルク君ざっと全問正解です。ありがとうございます。ということでペケタン君はもうあとはないです。次の方どうぞ。こちらは診察室でどうぞ。コンタクトを外させていただきます。目からレンズを取ります。取りました。それではあのこちらをお使いください。はい、はーい。意味ねえ。そして意味ねえ。本当に意味ねえ。それでは30分の勉強の成果、はい、果たしてどう変わるのか、自信のほどやってみなきゃ分かんないも分かりません。はい、それでは検査を始めます。はい、 B 上。正解。 A 左。正解。ただじゃあ 0.2 いきましょう。上から何番目の何って言って OK。 じゃあ上から2番目の横が4つ目。下、右、ね、下、上。正解。おお。上から3列目の1、2、3。じゃあ3つ目、1が左、2が下、右下、3列目だよね。うん、上、左、上。正解です。ぽいな。ちゃんと覚えてる。すいません。あ、そうですね。はいはいはい。使っていただくとちょっとあれ意味ない。集中したいからこうして。はい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 。あれ意味ないもんな。そうだ。はい。じゃあ上から1、2、3、4番目の。はい。1、2、3、4。下、左、上。正解。ちなみに今言ったやつ全部正解です。しょ。ここだね。すげえ。すげえ。じゃあその下の列いきましょう。はい。上から。はい。1、2、3、4、5。下右下のやつ4。じゃあ4つ目いきましょう。こちらですね。下右下左下。正解。やるな。マジで。じゃあちょっと飛んで、じゃあ 1.0 いきましょう。はい、9か、はい、上から9個目の1番目なんでしょう。上。正解。すごい。飛んでまた 1.5 いきましょう。11の1、2、3番目右。あ、待って、下だ。どっちですか。ちょっと待って、下。正解。よし、すごい。じゃあ一番下 2.0 いきましょう。はい、 2.0。 はい、12の12。はい、じゃあ1、2、3、4、5、一番最後。くるり、うん。待って、くるりなんだっけ。こちらですね。1列目とねほぼ一緒なんだよ。くるり、うん、右下。正解。よし。おお、キャッペケダン、はい、右目 2.0 です。よっしゃよ。右目というかもう脳だよ。脳海岸。じゃあ左目も測ってもいいですか。まあ、左目。あの黒いるか。じゃあそれでは左目いきましょう。はい、じゃあ C 右上4つ目左下4の5です。右下すごいな。もう6番目は4、6、10の関係だから。何ですかそれ。それ何ですか。じゃあですね、右だ。正解。9の5。
ちょっと9がむずいんだよ。上右上なのは分かってんだよね。9は、ね、上右上分かってますね。左上だ。正解。よし、さあ 1.2 いきましょう。じゃあ 1.2、 10番目です。10番目の位置に2個目いきましょう。460の関係、うん、あれなんと4と10は一緒だから下。正解、はい、うわすごい。あと2つ正解したら主力マックスでございます、はい、それではいきましょう。 1.5 からの問題です、はい、11番目の5番目いきましょう。解くとき髪上上。正解。おっしゃ、それでは最終問題 2.0 からいきます、はい、12番目です、はい、12番目の4つ目くるり、うん、下下、うん、フェゲダン全問正解でございます。視力 2.0 です。下ボケよ、ほらほらあの患者髪見ないんだよ。こっちの目つぶって考えてたずっと下向いて見って、はい、ということでシルクくん、フェゲさん引き分けでございます。いや、お前目いいんだ。まあ、国際まあ一応見えますので、ね、あー、すごいわ、はい、まあこれ、絶対に真似してはいけないんですけど、今回暗記した方が早いかもしれないということが判明してしまいました。だから30分あればシルクと同じ視力になれた。はい、そう、検証結果的には30分間あれば視力 2.0 に検査上はなれるということで、はい、そうだね。一個言わせてほしいな、はい、髪を見ろ記憶を探るな見てくれてありがとう。ツイッターやセカンダリもぜひフォローしてみてね。いろんな活動をしてますので、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。